どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回もモンスターハンターワールドの歴史を守るとの新武器紹介シリーズやっていこうと思います。今回は総中魂の紹介です。総中魂の黄金の蝶と眼属ということで、この武器は爆破属性の総中魂です。ドドガマルの総中魂を元に作ったやつですね。今回もこの武器の性能の紹介、そして僕の紹介やっていこうと思います。それではよろしくお願いします。それではまずは武器の紹介やっていきます。黄金の蝶と眼属、攻撃力が558、切れ味は初期から白ゲージがあります。そして回心率は 10%、 属性は爆破属性270となっています。領中ボーナスは回復強化のスタミナ、レア度8の武器なのでカスタム強化の枠は1つとなっています。そして装備のスキルは今回は爆破属性ということなので回心撃特殊が発生しています。そして、前回のガイラブレード眼属との比較はこんな感じとなっています。攻撃力の部分は変わってないんですけれども、まず切れ味が青ゲージから白ゲージに変化しています。そして回収率、爆破属性もどちらも強化されています、新しい武器の方が。そしてスロットに関してはガイラブレードの方がレベル2スロットがついていたり、防御力ボーナスプラス20がついていたりしました。そしてカスタム強化の枠もレア度7、ガイラブレードの方はレア度7なのでカスタム強化の枠が2つと多くなっています。ただ新しい武器の方は装備スキルとして回心撃特殊が武器で発動するような形になっています。装飾品のスロットやカスタム強化の枠が減った代わりに、切れ味とか回心率、属性値とか、また回心撃特殊がついたりと、攻撃、武器自体での爆破属性の部分の攻撃とかが強化されたような感じになっています。それでは次は僕の紹介やっていきます。今回は2つ防具があります。いつも通り1個目の装備では耳栓のスキルや体力増強、そして達人芸を発生させるような装備、生存面とか戦いやすさを重視しています。また1個目の装備だとスタミナ上限突破のシリーズスキルも発動していて、総中魂で空中での回避とかそういった攻撃もしやすくなっています。そして2個目の防具ではいつも通り攻撃スキルを中心としたような防具になっています。それではまずは1個目の防具紹介していきます。まずスキルとしてシリーズスキル達人芸とスタミナ上限突破が発動しています。そして普通のスキルでは見切りのレベル7、耳栓レベル5、体力増強のレベル3、爆破属性強化のレベル3、弱点特攻のレベル3、回生のレベル2、整備のレベル1、そして武器の回心撃特殊となっています。防具についてですが、シリーズ通して僕の動画見てくださってる方は割と、よく見たやつだと思います。頭と腕と足のところにカイザーグリーブ、カイザーシリーズのガンマシリーズを装備して達人芸を発生させています。そして胴と腰のところにエンプレスのガンマシリーズをつけて、ここでスタミナ上限突破プラス耳栓や体力増強などのスキルを発生させているような装備となっています。装備しているのは全部ガンマシリーズとなっています。頭、腕、足にカイザー、胴と腰にエンプレスとなっています。そして装備している5石は今回は爆破の5石を装備しています。ここで爆破属性強化のレベル3を発動させています。武器に関してもいつも通りカスタム強化は行っていない状態で紹介していきます。はい、では次は装飾品の紹介です。今回の装備もかなりシンプルな感じになっています。まず頭のレベル2スロット2つと胴のところのレベル3スロット、ここに通撃銃3つつけて弱点特攻のレベル3です。そして腕のところと腰のところ、そして最後足のレベル3スロット3つに防音銃つけて耳栓レベル5を発動させています。僕のみだと耳栓はレベル2までの発動となっています。そして最後足のところのレベル1スロットに体力銃つけて、ここで体力増強レベル3に上げています。この装備での回心率はまず武器の 10% にプラス見切りレベル7で 30%、 そして弱得のプラス 50% で最大で 90% となっています。ただ今回の武器はまだカスタム強化やってない状態の 90% なので、カスタム強化で回心率アップをつければ 100% に上がるような感じにもなっています。はい、では次は2個目の防具の紹介です。2個目の防具はテンプレートのドラケン装備にプラス1個ゾラマグナーガンマの防具をつけたような装備となっています。この2個目は攻撃スキルを中心としています。でドラケンシリーズをつけているので、シリーズスキルとしては飛炎の属性と達人芸が発動しています。通常のスキルでは見切りのレベル7、攻撃のレベル4、爆破属性強化レベル3、超回心のレベル3、弱点特攻のレベル3、強化持続のレベル3、飛炎のレベル1、渾身のレベル1、そして回心撃特殊となっています。
防具の紹介ですが、頭から腰にかけてがドラケンとなっています。今回は足のところにゾラマグナフットガンマ、ガンマのゾラマグダラオスの防具をつけて、ここで爆破属性強化のスキルや見切りのスキル、そしてスロットがレベル3スロット、レベル2スロットがついているので、今回は足のところにゾラマグナフットガンマをつけています。腰から頭がドラケンシリーズとなっています。装備している5隻は攻撃の5隻を装備しています。装飾品の紹介です。まず頭のところのレベル3スロットには超真珠つけて超回心レベル3に上げています。防具のみだとレベル2までの発動となっています。そして頭の余っているレベル1スロットに爆破時をつけて、ここで爆破属性強化レベル2だったのをレベル3に上げています。そして胴のところと腕のところ3つに突撃銃つけて、ここで弱点特攻レベル3発動させています。そして腰から下にかけてなんですけれども、ここは今回は装飾品つけてるんですけれども、紅葉銃とかもつけていますが、この辺はあの攻撃力には、直接的には関わってこないので、ここの辺はあのいらない方はご自身でカスタムしたりしてみてください。まず腰のところは渾身銃今回つけています。この防具の場合だと後でまた細かく紹介するんですが 95% までの回心率となっているの でそしておそらく攻撃スキルを中心に組まれる方は空中で飛んで攻撃をしていくっていうことはあまり少ないと思うので、地上で切っていく攻撃をしていくことが多いと思うので、それで回心率を 100% に上げるために渾身銃つけています。全部発動すると 105% とちょっと超過はすることになってしまうんですけれども、スロットが余っていたので今回は渾身銃つけています。そして足のレベル3スロット、レベル2スロットにもスロットが余っていたので強化持続レベル3に上げるために今回は紅葉銃をつけています。ただこのあたりはレベル2以上のスロットが空いてかなりレアな装飾にもつけられるので、ご自身で好きなのも変えてみてください。攻撃銃3つある方がもしいたら攻撃スキルもレベルマックスに上げることもできますし、もしくは攻撃スキルにプラスで体力銃つけて体力増強を欲しいという方はこういった体力増強をつけつつ攻撃スキルをつけていくような感じの装備も作れますので、こういったのもよかったら参考にしてみてください。この装備での回心率はまず武器の 10% にプラス見切りレベル7で 30%、 そして攻撃のレベル4でプラス 5%、 そして弱点特攻のレベル3で 50%、 最後に渾身のレベル1が発動しているのでプラス 10% で最大で 105% となっています。装備の紹介はこれで終わりです。さあそれではいつもの試し切りやっていこうと思います。今回もまた歴戦のネルギガンテにお世話になっていこうと思います。さあそして使っていく防具は1個目、間違えました、2個目の防具ですね。2個目のドラケンシリーズの防具使っていきます。耳栓の装備スキルがついていないということなので、装備では不動の装備と回避の装備持ってきました。これで耳栓がないところは安全にゆっくりと戦っていこうと思います。さあそして今回は紅葉銃つけた状態の時のままで来ているので、この強化状態が通常よりは長くなっているので、もう積極的に最初から3色狙っていこうと思います。間に合わない、これはちょっと欲張りましたね。よし回収して、これこの攻撃本当に厄介、なるべくソロでやってたり後ろにいる時は気をつけたいですよね。あの攻撃これ壊せるんじゃないか、危な、欲張って壊すところだった。このまま頭壊していきましょう。さあちょっと失敗してダメージがいい感じには取れなかったんですが、尻尾も出てくれて、次右腕狙っていきましょう。いい感じに爆発も入りましたね。でナイス、虫が倒して落としてくれましたね。そしてこの武器の回心撃特殊に関してなんですけれども、バグでどうやら今この動画を撮ってる現在は効果が発動していないみたいですね。今後のアップデートで公式の方が修正を入れるというふうにはアナウンスはしてたんですけれども、このひるみが微妙に怖いですよね。ひるみ中にトゲ壊すとダウン取れないので、さあ印つけて
さあ強化持続レベル3発動してるのでだいぶ長いですね。さあチャンス壊していきましょう。さあ効果切れたのでダウンが終わったらまた色、3色強化状態取りに返していこうと思います。さあ寝てくれたのでオータル G で寝起きドカンと一発かましていこうと思います。総中魂なので起爆がこれで代用できるからいいですね。でおそらく頭の時計が壊れてダウンしてくれるので、さあこの位置はちょっと怖いけど、よし、さあ虫がいいぞ、ナイス攻撃。頭にトゲが出てきてくれて、これ多分帰ってこない、こっちに突っ込んでくるかと思ったんですが、 OK これで終わり。とどめと、さあ今現在爆で快進撃特殊は出てないということなんですけれども、それでも、ま、普通に、ガイラブレードの眼属の時よりは爆破の威力、属性値も高くなってて、この装備でも爆破属性強化はつけているので普通に戦っていけてましたね。タイムはちょっと5分ギリギリ、5分5秒ということで5分切ることはちょっとできてないんですが、それでも、うん、5分では、ぴったしぐらいでは討伐という感じです。はい、ということで、今回も、もし気に入ったのがありましたら使ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。